準備できましたので、とりあえず乾杯。気合入れていく。こんにちは。ちょっと今日朝、今何時、9時前、また今日ね、5時か6時頃明けとともにしようと思ったんですけど、なかなか起きれず、ちょっと遅くなったね。ということで早速行きましょうか。頑張るぞ。準備完了です。久々来ましたね、廃業のためにフライでつけてれるはドリフトフライかな。ドリフトフライで狙っていきます。ギルトバスいますね。しよった。でかい。でかい。お前はこっち。マジで。でかいよ。あいつでなかった。スズメバチ。足元にいます。バレたかな。よし、あいつでも完全に逃げ切る。どっちか来るか。まあまああるよこいつ。あれはね、こいつじゃない。ピクピク投げる。久々。なんでネイパスが俺とこんな楽しいの。ちょっと待て、慌てるなよ。今いきなりチャンス来とるから、これを逃す痛いよ。ブルーギルがねめっちゃいるんですよ。しかもでっかい。めっちゃでかいバスいます。気づかない。ギルにソフトキスされてます。来た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 。パス。でっか。でかいけど。あれ多分50だって言われるんじゃない。完全アフターナバス。闇の 3.5。
あのバス見る感じ何か探してますね。老人か。これで食わせないと。くそ、今一瞬食うかと思ったけど見切られたね。今あれさえ連れてくれれば帰るけど、足元に引きます。あーくそ、でもこいつ反応です。6月らしくなってきたね。もっと早く来るべきやったね。ギルが多いっすね。こんなとこで魚に遭遇したからやめれんくなるよ。よし、入り直そうか。スピン移動。この辺フラフラーと泳いでるバスを釣りたいけど。こんにちは。今1時間ほど経ったんですが、状況はね、僕の状況が悪いです。魚はね、ちらほら見えバスがいて、その見えバスをずっと狙って投げてますけど、一回ね、あのレイドジャパンのツーウェイだったかな、あれをね加えたからね。でもちょっと合わせきらんかった、すぐ吐き出したんで。あれ食ったかなと思ったんですけどね。活性がいてればギルですね。ギルが多いんで、ギル型のルアーを持ってくるべきだったね。多分ね、あのギルを食ってるんだと思う。あとウグイかな、あれは。なんかそういった魚もね結構いるんで、もうスピニング一本なんで、はい、ベイト脇を持ってきてません。上流の方を見て判断しようかなと。上流型になるちょっともうきついな。遠いなにしても遠い。今日も坊主か。マジで釣れんね。頭にきた。こんにちは。くそ。入っていきます。ここや。まずここでやろう。バスがいないで。ミニバスだけ、魚がいないもんな。奥に行くしかない。でもね、水増えとるけん、釣り場が、
あまりないかもしれんけど、ちょっと行くだけ行ってみよう。あ、おったバス。ちっちゃいけど、いたねバス。切るか。うわ、当たったよ。切ると思うけど。切るやな。なんか当たったよ。おらんぞ。臭いな、この水。下水道の匂いする。奥までせっかく来たのに。戻ろう。でっかいブルーギリでも釣れればね。まだいいけど。乾杯しました。釣れない。昼過ぎたので、ご飯食って帰ります。ありがとうございました。三重バス、いるのってテンション上がる。3階だな。3階だな。はい、始めましょう。はい。